浦松家は藤原北家、カラスマ所流の区でである。価格は名家。江戸時代前期の県中納言、カラスマ光県の次男、三義助木を外する。江戸時代の国高は130国。もともとは室町時代前期にカラスマ家の総家筋にあたる日野家において、浦松助安を外する諸流が野号の浦松で称されることがあった。日の家着流を継いだのは、 スケスの弟、司教であったが、その長男、有光は、将軍、足利義持との確執が原因で没落、後を継いだ次男の秀光。その養子、春龍丸も、相次いで亡くなり、春龍丸の実父、広橋県境が一時、日の中納言を称して、家督と所領を継承していた。友好も、金欠の変でこの死をと、廃止したことで、日の宗家は一時断絶となった。 一方の浦松家からは、足利将軍家の五代所を4名、足利将軍の聖母を1名排出しているが、後に、浦松家の当主であった勝光が、県境の政居を断絶していた日野家宗家の家督を、継承して子孫に伝えたために、浦松家の系統が、日野家の着流扱いを受け、今日では、日野で称されることが多い。江戸時代に入って、唐島光剣の次男、 三義スケキヨが分家して再び、浦松の野号が復活することとなった。後世は、夕食古実家として知られる。法暦事件に連座主営実居となったが、この間に、大大理図交渉を表した。この大大理の交渉は、天明八年の皇居消失に際し、老中、松平定信の指揮による皇居再建にあたって古式に則っ,った再建に大きな役割を果たした。 明治維新の後、吉光が死者区に除せられ、陸軍少佐、貴族院議員を務めた。友光も貴族院議員を務めた。国立歴史民族博物館の急校給料取調べ帳データベースより算出した幕末期の裏待つけ量は以下の通り。ありがとうございます。